この写真は2013年に安倍が山田真紀子さんを初の女性秘書官に任命した時のものです。中学生の歴史の教科書に載せたもので、安倍は初のというのが大好きで年中こんなことばかり考えていた男です。今井補佐官です。安倍の振り付けを全部私がやっています。今日は山田補佐官から放送法に関する相談を受けることになっています。今井補佐官、放送法を改悪しようという悪い働きかけがあります。磯崎陽介、総理補佐官ですが、ヤクザです。総務省の放送法改悪に邪魔する奴は、許さない、首にしてやると言っています。山田補佐官、そうか、放送法改悪、そんなことやったら、ごちゃごちゃだ。磯崎陽介、問題だよな。安倍も入れて、会議を持とう。じゃあ、最初に、磯崎陽介補佐官から、参謀に問題、提案を言ってください。安倍首相が参謀に怒っています。参謀には、いかんです。二度と政府の悪口が言えないように、すぐに、しょっぴく法律に改悪しましょう。安倍総理、参謀に、放送法改悪、しますか？僕ちゃん、参謀に、嫌い。NHK のクローズアップ現代も嫌い。僕ちゃん、放送法改悪、必要。じゃあ、決まりましたね。これで会議を終わります。山田補佐官、放送法改悪、してください。いいですね。今井補佐官、放送法改悪したら、ごちゃごちゃになる、と言っていませんでした？こんなで、いいんですか？山田補佐官、補佐官、首です。首。今度は、菅首相の報道官になりました。菅首相は、喋るのが苦手で、質問を早く打ち切ることばかり、気にしていました。菅首相の息子の、接待問題に、巻き込まれました。朝鮮民主主義人民共和国、핵武器연구소상명。대륙간탄도장착용수소탄시험에서、완전상황조선노동당이조선이끄는힘오호세대다